勝ち、豊臣秀吉。相手に敗れ、泣いてしまう秀吉ちゃんです。おお、よしよし。可愛いですが、セクシー度は今一つです。ちなみに、ST をすり抜けた我々も泣いてます。7位、上杉謙信。膝から崩れてしまう謙信さんです。足、長く。足長系女子のようです。足軽ではなく。6位、大友宗麟。パンツが見えそうで見えない。絶妙な倒れ方の宗麟さんです。見え、てない。でも太ももはセクシーですよ。5位、上曽我部元親。うつ伏せに倒れてしまう元親さんです。うつ伏せじゃせっかくのビキニアーマーが見えないじゃないですか。演技指導が必要ですな。4位、石田三成。デカ乳と網タイツが素晴らしい三成さんです。なるほど、これは良い網タイツですね。網網してるのがよくわかります。3位、小早川秀明。これまた見えそうで見えない秀明さんです。というかこの子、味方だったんだ。顔のビジュアル的に敵だと思ってましたね。2位、伊達政宗。露出からしてドスケベな政宗さんです。これは良いビキニアーマーつけてますね。ビキニアーマーなのか弱いアーマーなのか。1位、毛利元就。柔らかそうなデカ乳と、柔らかそうな太ももの元就さんです。太ももの開き具合が絶妙ですね。ミディアムレアでいただきたい太ももです。はい、というわけでランキングは以上です。題材は CR 戦国乙女6でした。バッチンコですね。大体恩外にボコられるという、大当たり後の乙女アタックでした。しかし、戦国乙女も長寿シリーズになりましたな。というわけで、チャンネル登録、高評価もよろしくです。ではでは。